11月20日に発表された、日本レコード大賞の、ノミネート作品では、優秀作品賞に10作、新人賞に5作が選ばれ、最優秀賞は12月30日の、生放送で発表される。特に、ミセス、グリーンアップルの、2連覇が注目されている。特別賞には、クリーピーナッツや、ナンバーアイが選ばれたが、ナンバーアイの受賞に対しては、批判が集まっている。批判の背景には、2023年の NHK 紅白歌合戦に、旧ジャニーズ事務所のタレントが出場しなかったことがあり、2024年も同様の状況が続く可能性がある。スタートエンターテイメントからのタレントは、音楽賞レースへの参加を辞退しており、ナンバーアイは新たに、ブーディーに移籍したため、紅白やレコード大賞に出場できる。これにより、スタート者のファンからは、忖度以外の何ですか、などの声が上がり、ナンバーアイの優遇が疑問視されている。両者の競争が激化する中、スタート者はメディア戦略を強化しないと逆転される危険性がある。今後のナンバーアイのパフォーマンスが期待されている。楽天は24日、田中将大投手を契約保有者名簿に記載しないと発表し、田中は自身の YouTube チャンネルで対談の意向を示した。田中は、これまでお世話になった皆様に感謝します、と述べ、メジャーから仙台に戻り、プレーできたことを喜んだ。今季はプロ18年目で、日米通算200勝まで、残り3勝だったが、コンディション不良により、一軍登板は1試合のみで、未勝利に終わった。10月には、苦しい1年だった。と振り返り、満足に投げられなかった、辛さを語った。チームも3年連続4位で、自身が何もできなかったことに、悔しさを表しつつ、来季への希望を、持つことの重要性を訴えた。今オフは、一定期間の休養を取らず、実戦経験を重ねたいと考えており、無休の方針を示している。明石家さんまは、フジテレビの、さんまのお笑い向上委員会に出演し、最近テレビから姿を消した人気芸人から泣きながら電話を受けたことを明かしました。吉本興業の様々なトラブルの際、さんまは事態の収拾に関与してきたが、最近はその役割を辞めたと語ります。電話をかけてきたのは、書類送検されたジャングルポケットの斉藤慎二で、彼は謝罪しながら連絡をしてきたとのこと。さんまは斉藤に、頑張れよ、生きろよ、と励まし、さらに自身のギャグ、はい、を残してほしいと頼まれたことを、笑いながら紹介しました。斉藤は感謝の意を示しつつ、さんまに、ギャグは、わーい、であると訂正されたと明かし、場を和ませました。11月23日に放送された、モノマネ王座決定戦に出演した、ミラクルヒカルが、注目を集めた。予選ラウンドで、篠原涼子の、もっと、もっと、を完璧にコピーし、本人を驚かせた。決勝では、1973年のアニメ版、キューティーハニー、をコスプレで歌い、審査員を大爆笑させた。優勝は逃したものの、3位に輝いた。ミラクルの選曲に対して、SNS では絶賛の声が多く、エンターテインメントとしての魅力が評価された。彼女は、正統派のモノマネをしつつも、笑いの要素を加える、スタイルが独特で、他の出場者とは、異なるアプローチを見せた。モノマネ王座は、1973年に始まり、歌マネの真剣勝負の場として知られ、ミラクルの存在は、その中でも際立っている。彼女の独自の演出は、過去の出演でも評価されており、番組への多様な意見もあるが、高いレベルのパフォーマンスには、称賛が寄せられている。プロ野球楽天の元監督、西武大久保氏が、田中将大投手の、対談についてコメントした。田中は2025年シーズンから楽天と契約しないことを発表し、現役続行の意思を示した。
大久保氏は、球団からの契約提示が大幅に減少した結果として退団を決意したのではないかと推測した。大久保氏は、田中との交渉に関与したのは、石井和久 GM であり、その姿勢に対して怒りを表明。楽天のチーム状況を終わった、とし、今後の応援が難しいとの思いを述べた。また、田中が入団した2007年からの活躍を振り返り、チームの再建を願った。田中は楽天での初年度に11勝を挙げ、13年には24連勝を達成し、チームの日本一に貢献。その後、大リーグのヤンキースに移籍し、日米通算で200勝に迫っている。人気 YouTuber のヒカルは、26日に YouTube チャンネルを更新し、活動休止中のダウンタウン松本人志への思いを語った。ヒカルは、お笑いコンビ、インパルスの堤下敦氏とコラボし、堤下が松本への憧れを語る中、何をしてもかっこいい、と称賛。ヒカルも、お笑い芸人がかっこいい文化を根付かせた、と共感した。しかし、松本が性的行為強要疑惑で活動休止中であることに対し、ヒカルは、松本さんのような人がいなくなるのは悲劇。こんなことで日本の宝を封じ込めるのは違和感しかない、とショックを表明した。松本の影響力を考えると、彼が活動できない状況に対する悔しさを語った。歌手の工藤静香が11月25日にインスタグラムを更新し、愛媛県でのディナーショーを報告しました。彼女は地元のスーパーでセルフレジを利用する様子を動画で紹介しましたが、ネット上では批判が相次ぎました。特に、庶民派アピールをする意図が疑問視され、なぜ撮影しているのか、撮影禁止の店舗が多い中でのマナー違反では、といった声が上がっています。このような行動は、他の芸能人にも見られる傾向で、彼女の動画も、実際の庶民との、ギャップを浮き彫りにした結果、批判を招いてしまいました。ダウンタウン松本人志が、性加害疑惑を報じた、文藝春秋社に対し、損害賠償を求めた裁判は、11月8日に訴え取り下げで終結した。松本の復帰が期待される中、飲み会で女性をアテンドしていたと報じられた小沢和弘は、1月9日から芸能活動を自粛している。彼はボサボサの金髪と、白髪混じりの武将髭で、一気に老けた印象を受けた。取材に対し、小沢は無言で、マネージャーは、事務所を通してください、の一点張りだった。復帰の見通しは不透明だが、関係者は小沢が復帰を望んでいると語る。ただし、松本が復帰しても、小沢の仕事が来るかは疑問で、芸能界の競争が厳しいことを示唆している。小沢の表情は険しく、今後の展望は暗い。元スマップの香取慎吾が、12月11日に放送される音楽特番、2024FNS 歌謡祭に出演することが発表された。香取の出演は9年ぶりで、彼は新曲、サーカスファンを披露する予定。2024年の歌謡祭は、嵐の相葉雅紀が司会を務め、12月4日と11日の2週にわたって放送される。出演アーティストには、愛子や愛、松たか子、韓国のガールズグループ、アイリットなどが名を連ねている。香取の出現にファンは喜ぶ一方、9年前のスマップの解散騒動を思い出し、複雑な感情を抱いている人もいる。特に、スマップの最後の出演時の状況が影を落としているが、今回は嵐との共演もあり、注目が集まっている。香取の復帰が平和な形で実現することが期待されている。韓国の女性5人組、ニュージーンズは、28日に緊急会見を開き、所属事務所、アドアーとの専属契約を解除することを発表しました。アドアーは BTS が所属する HYBE の傘下で、4月にミン・ヒジン氏との対立が表面化し、8月に彼女が退任しました。この退任にショックを受けたメンバーが反発し、
代表復帰を求める声が上がりました。また、メンバーのハミが、職場での嫌がらせを訴え、国会でも証言しました。ニュージーンズは13日にアドアーに対し、契約の重大な違反を是正するよう要求し、期限の27日を迎えた後、会見で是正が行われなかったと発表しました。29日午前0時に契約解除を実施し、契約解除後はニュージーンズの名前が使えなくなる可能性があると懸念を示しましたが、権利確保に努める意向も表明しました。なお、今後の活動は予定通り行われ、違約金は支払わない方針です。韓国の K-POP ガールズグループ、ニュージーンズは、所属事務所、アドアーとの専属契約を解除すると発表した。メンバーのミンジは会見で、事務所の誠意のない対応に疲れたと述べ、今後の決意を語った。彼女は、勇気を持って、自分たちの道を切り開く、重要性を強調し、5人で力を合わせて、困難に立ち向かうことを誓った。また、相手を尊重する環境を、望む意向も示した。この背景には、メンバーのハミの、国会での告発や、育ての親であるミン・ヒジン氏が、退社したことがある。ニュージーンズは、ミン氏の復帰を求め、受け入れない場合は、契約解除を通知していた。対立は4月から続いており、事務所の経営権をめぐる問題が、影響を及ぼしている。韓国の女性5人組、ニュージーンズが、28日に緊急会見を開き、所属事務所、アドアーとの契約を、解除することを発表しました。これは、彼女たちが、アドアーの親会社、ハイブに対し、解任された育ての親、ミン・ヒジン氏の、復帰を求めていたことが、背景にあります。今月13日に送った内容証明では、契約の重大な違反を14日以内に、是正するよう要求し、それが受け入れられなかったため、契約解除を決定したと説明しました。ファンからは、頑張れ、といった応援の声が多く上がる一方で、曲の権利とかどうするんだろう、なんだか悲しい、などの契約解除の影響を心配する意見もありました。スタートエンターテイメントは30日、SNS で拡散された嵐の大野聡に関する虚偽情報について事実無根であると発表し、法的措置を検討していると声明を出しました。28日に大麻所持で逮捕されたとの情報が広まったことを受け、大野が大麻取締法に違反した事実はなく、逮捕もされていないと強く否定しました。さらに、こうした虚偽の情報が、大野の名誉を、著しく損なうものであり、拡散を看過できないとし、法的手段に出る意向を示しました。今後もタレントの、名誉を守るため、厳格な対応を行うと、呼びかけています。阪神の大山雄介が FA 権を行使した後、巨人への移籍が有力視されていたが、驚くべきことに阪神に残留することを発表した。29日に行われた記者会見では、ファンからの応援が嬉しかったと語り、5年総額20億円の大型契約を結んだ。巨人は彼に対し、6年24億円以上のオファーを提示していたが、最終的には阪神に留まる決断をした。球団 OB は、大山が関東出身であることや、岡本和真のメジャー挑戦が延期になったことが影響したのではないかと指摘。岡本が一塁、三塁でのポジションを占めるため、大山には厳しい状況が予想されていた。阪神残留は、ファンの期待や過去のトラウマを乗り越えた結果とも考えられる。大山は今季、年俸から大幅に昇級し、来季以降は厳しい目が向けられることが予想される。彼には、期待とプレッシャーがかかる中、これまで以上の活躍が求められる。嵐の桜井翔が、30日放送の音楽番組、ベストアーティスト2024に MC として出演し、冒頭の挨拶を行った。
彼の声はガラガラで、まるで風邪をひいているかのようだった。桜井は、今年の夏、パリオリンピックで、歌が世界を一つにした、シーンがありました。ちょっと声が、息苦しいかもしれません、と語り、自ら声の状態に触れつつ、番組を進行したが、声の状態は改善されず、視聴者から心配の声が相次いだ。声大丈夫か？風邪かな？といったコメントがネット上に溢れ、彼の健康を気遣う、意見が多く見られた。